今、あ、ここが前の業者さんが見つけてくれた多分マスだと思うんですけども、でカメラ入れると、その先にまたすぐマスがあるんですよ。てな感じで、この辺りがぐるーっと排水管が絶対通ってるはずなんですよね。ただ多分この防草シートと採石の下なので、ちょっとめくっても大丈夫ですか？問題ないです、まあ、多分こんな同じような感じで切れ込み入れて排水マス露出させるような感じになりますので、はい、ちょっとそのような手はずでやっていきますね。多分もう一個はもう本当このぐらいのところにあります。で多分曲がりにもあって、あっちにも多分あるんじゃないかな感じなんですよね。じゃあちょっと、外回りちょっと、作業やってますね。
今まだ施工途中なんですけども、はい、今この蛇腹ホースと配管のこの継ぎ目から入れてってるような状態で、曲がって曲がってで、またこの辺は全然油が全然ないんですけども、でまた曲がってここですね。ここが今このぐる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 回るやつで、あの油を剥いで、まだ缶の上にかなりいるような状態なので、こいつを落としちゃえば、まあ、あとこの先にちょっとはいるんですけども、大丈夫かなっていうところですね。そうですね。外からやろうとしたんですけど、どうしてもなんかこっちに、ここの台所に近いマスっていうのがなさそうだったので、ちょっと台所からやっていきますね。ちょっとこの辺の油を落とすようにいたしますので。
まず蛇腹ホースで、まあ、ここはもう薄い汚れぐらいだったので、はい、特にあのすごい汚れてるっていう感じではなくて、この次の曲がりの先ですね、ここ。ここの天井にかなり油がついてたんですけども、それも除去できて、で、こっち側に油がものすごくいたやつ、やっぱりそれが食洗機なん側なんですよ。うん、そうだ。今、食洗機側に入って、これがもう全部缶が油だらけだったような感じで、で食洗機の排水がここに、これだと20かな、配管が見えてて、でそこの中にもワイヤーは入ってるのは確認してるので、これで多分使っていただいても排水はできるかなっていうところではある。使わなくてもそんなにやっぱりなっちゃうんですか。一番分かりやすいのが、こっちが食洗機 で、はい、でこっち側が、外に行く排水の流れる方向なんですけども、はい、ガーッと流して台所を使ってるような感じで水を流すと、これが両方に分散しちゃうんですよね、はい、排水されるのが、で油物が今こう戻ったりとかして、ちょっとずつちょっとずつ油が形成されてって、今回みたいな、使うことがないからそっちから水が流れることはないんです。止まるだけですよ。そうですね。で、まあ、もうちょっとあの食洗機とか使ってれば、もしかするとここまではいかなかったとは思うんですけども、はい、ただまあ詰まりやすい状態ではあるのかなっていうところではあるんですけども、まあ、現状あの綺麗にはなってますので、ご安心していただければ。これが流れていく方向になりまして、あと勾配とかが悪ければ水が溜まってたりするんですけど、今これ流れてる水なので全然勾配が悪いっていう感じもないような状態なんですよね。この辺とかも油がいたような跡があって、ちゃんと落ちて頭が出て、で落ちて、でここがよいしょ、で頭が出て、でこれが外に出てるんですよ。外の排水マス今開けてあるんですけども、はい、あれなんですよね、一番最初1個分かってたマスがあるかと思うんですけども、その横に隠れてたマス、今回顔を出したマスがあって、そこに繋がってました。そうなんですか、別だったんですか。普通ですね。そうなんですか。けど、まあ、とりあえずこれで綺麗になりましたので、あと台所を復旧させて、はい、水の流れ見ていただければと思います、はい、すいません、台所だけでこんなお時間かかっちゃって、いえいえ、申し訳ないです。最初2秒とかこのぐらいで上がって全然引かないみたいな状態だったんですけど、ペーパーの中見ていただいて、何もないっていうのは確認が取れてるので、これで問題ないかなというところですよね。この後ゴボ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 、大丈夫ですね。いいえ、とんでもないです。よかったです、本当形になって。ありがとうございます。大変ですよね。大変でしたね。すいません。食洗機側がどうしても、はい、ワイヤー入れるのがすごい大変で、うん、で油もかなりがっつりがっつり出てきたりはしたので、だけどよかったです。今年の1月とかに入ってるんでしたっけ。1月です。蓄電性自体はどのぐらいで。今10年目です。ああ、10年目で、はい、1月入ってまた、そうですよね、9ヶ月ぐらいでこの
流れにくさになっちゃってっていう感じですもんね。はい、あでまあ外に油はあるんですけども、油の質的にはまあその半年とか9ヶ月でできるような油の硬さのものではなさそうなので、そうですね。取れてなかったってことですか。そうですよね。ただ高圧洗浄されたんでしょ。はい。では多分取れてないってところではうんありますけども、まあ、まあ、今回は全部それで取り除けたので、はい、よかったです。ありがとうございます。じゃああと他の水回りやっていきますね。一番最初空いてたのがこれで、はい、でここではなくてこっちがあの台所のやつで、はい、奥が、はい、トイレとあのまっすぐの方があれですね、あの洗面所とか洗濯機とかお風呂が流れてきてるような感じなので。はいになりますね、はい、ここって特にリフォームしてるとかでもないですよね。なんかこっから先のやつがなんかマスっていうマスがなさそうなんですよね、まあ、ただ洗濯機とかの詰まりの場合ですと、まあ、今回みたいな台所みたいにあまり手こずることもないので、まあ、こっちが洗濯機方向とかって分かっていれば、まあ、まず大丈夫かなという感じではあります。これがあの外の、本館までは清掃してますので、はい、大丈夫ですね。なると思うんだよね。これもボコボコしてる。